時やっぱりその新日本の側としては UWF をなるべく懐柔しようというか取り込もうっていう動きも一方ではあるので、ありましたありました、はい、前田さんだからそこでやっぱり前戻ししないためにもちょっと突っ張っていかなきゃいけないそうです、うん、はい、実際一人ずつこう一本釣りみたいなのもありましたもんね。あったあった、こうギャラを提示されて一人ずつこう取り込んでいこうっていう新日本の姿勢はありました。一方でその表現は難しいんですが、その山崎さんジュニアヘビーの先生に参加されたりとか、はいはい、タッグ先生にもまあ行かれたりとかっていうところで新日本の選手とスイングする試合っていうのも一方でやられていたような記憶があるんですけども、前田さんも僕も高田さんも藤原さんもみんなあのプロレスをちゃんと覚えた上で、リングの上でのプロレスもできます、はい、けどそのスパーリングも続けてます、はい、っていう両方なんですよ、うん、プロレスの試合をしたことない人が、うん、UWF の試合ってちょっと難しいのかもしれないです。要は総合格闘技の人がすぐプロレスの試合ができるかっていうとなかなかそうもいかないんですよ。じゃあプロレスラーが総合格闘技のリングですぐに結果が出せるかってそれも違うんですよ、はい、僕ら両方ともあの総合格闘技のようなスパーリング、はい、蹴りもそうですし、寝技もそうですし、それもやっている、はい、でもプロレス畑で最初は育ちました、はい、両方いけたんですよ。それが UWF のスタイルになるんですね、はい、総合格闘技のことだけをできる選手が U の試合はすぐできるかって言うとそれも難しい話だと思いますね。まあ、前田さん格闘技とプロレスがまだ今ほどその明確に区分けされてない時代の戦いということで、ね、まあ、それも試行錯誤であったと思うんですけども、うん、時計時代好きだって人も結構多いと思うんですが、はい、当時振り返ってみて前田さんとしてはいかがですか。いや、もう定型時代は本当にちょっともうピリピリしながらやってましたね、うん、なんか本当に自分死んで死の頃になんか山本さんとか猪木さんに言われたら、もう外人選手に舐められたら、舐めてきたらもういいからやってしまえみたいなね、そういうこと言われてましたけど、だからそれを新日本プロレスの選手に対してまだにそれが向かってきてやってましたね、逆に言うとね。だからなんか潰そうと思ってあっという間に潰されるんだろうなと思ったから、なんかなんとかできるところまで突っ張って本当に突っ張ってこう自分が犠牲になってもいいからこう突っ張ってやんないと守れないんだろうなと思ってましたね、はい、まあ、新日本プロレスと UWF の、まあ、微妙な関係の中で、これも前田さん何度も聞かれたことだと思うんで山崎さんにお伺いしたいんですけども、はい、前田アンドレ戦と前田ニールセン戦、はいはい、2つの試合、はいはい、うん、あのお近くでご覧になっててそれはどういうふうに山崎さんに映ったんでしょうか。アンドレの試合は、はい、セコンドにいましたけど、はい、まあ、なんかちゃちゃ入れた人にアンドレは乗せられたんだろうなっていう感覚ですね。で、まあ、若い前田さんをちょっとこう懲らしめてやろうみたいな、はい、アンドレ個人的なことだけではないような気がするんですね。ちゃんとわからないですけど、なんかちゃちゃ入れる人がいてそれ乗っかったアンドレが前田さんに仕掛けてしまい、はい、前田さんはもう純粋な人ですからふざけんなよってなるじゃないですか、はいはい、っていう試合だろうなっていうふうに僕は思ってます、はいはい、違います。そうだね、うん、その通りだよ。でニールセンの試合に関しては、はい、ある意味やっぱり前田さんがボンってブレイクするきっかけにもなる試合なので、はい、でもあの試合あれだよ、もう今だから言うけどさ、ニールセンですか、ね、いや藤波さんのさ、俺一体どっちなんですかって、あの試合はあのニールセンの試合 どっちなんですかって、ああ真剣にやるんですか、はい、真剣にやるんですか、プロレスなんですかって言ったら藤原さんはプロレスだから心配しなと言ったんだよ、うん、だから言ってる情報が違うんですよ、ね、そうそう、いろいろね、アンドレの時もそうですもん、はい、アンドレでがちょっとおかしなことになった時に、はい、僕は聞いてたんですけど、はい、星野さんかな、前田さんがやっていいんですか、やっていいんですかってずっと確認してましたもん、ね、やりますよ、いいですかって、でああなったんですよ、はい、ニューセンのところどっちなんだろうなと思いながらって1ラウンドバーンもらったんだよね、うん、なんとかね。ニール先生はもちろんそのリングで戦ってる前田さんもそうなんですが、試合後のセコンドの皆さんのなんていうかな、はい、喜びようっていうのがすごく印象的で、はい、僕らもやっぱりそばにで見てればどういう試合か分かるじゃないですか、はい、その空気が、はい、でも空中さんはもう試合前からお前プロセスなんだって言うと絶対もうこれのつもりでいけよ
で、空野さんは俺に行ったんだよね、あの時ね。あの時、ゴチさんもいましたもんね。うん、そう、空野さんだけに行ったんだよね。だ結局、はい、そう、何が起こるかわからないのがリングで、新日本のプロレスのリングだからといって、はい、やっぱり懐刀はいつも磨いておかないとって僕らはもう若手の頃からそういう教育というか、はい、小鉄さんもそうですし藤原さんもそうですし、はい、そういう環境で育ったので、前田さんはもちろんすぐ対処できるだと思うんですけど、そのニール先生みたいにこう何かのことがあって仕掛けられたとしたらそれに対応できる力がない人はやばかったかもしれないですよね、うん、だから実際前田さんはそれを乗り越えられる腕があったからいいけれども、はい、そうじゃない選手だったらそこで潰されちゃったかもしれないですよね。前田さんってなぜかそういう経験することが多い人ですよね、うん、僕の立場とかだと自分のことぐらいしかほとんど考えないんですけど、はい、前田さんはその UWF だったりとなんか団体を守んなきゃ守んなきゃっていう位置になぜかそういう運命の人ですね、はい、うん、それを乗り越えられてきた人ですね、うん、20代後半で、まあ、そういう割と過酷な、うん、そう20代ですよ、まあ、山崎さんも若かったわけですけども、うん、僕なんか今だったらまあ話はできないじゃないですか僕なんか何も考えてないですその頃です、うん、まあ、UWF を守りたいって気持ちはもちろん強かったですけど、はいはい、その前田さんが具体的にどう守ろうっていう新日本と交渉したり、変な話、その豚の貯金箱を壊してもみんなでこう飲み行って、はい、ちょっとうさばらしようよみたいな、はい、ストレスのことまで考えてくれる前田さんがいたから、はい、うん、感謝してます。どういたしまして。前田さんご自身はそのもともと自分がエースで行こうとか重要な選手、いやそういうつもり全然なかったですね。だから俺だから臨海の佐山さんとの試合も、佐山さんがもう俺らから見たらちょっと増長してるように見えたんで、これでちょっと目が覚めて、ほんで残ってもらえないと、残ってもらったらいいなと思ったんですよね。ほんで、そういう試合をしたら俺は目障りになるだろうから、俺はこう身を引いた方がいいから。でなんでかというと佐山さんしか誰も知らないんですもん、地方に行ったら、はいはい、当時ね、はいはい、自分なんかもうちょっとほんのちょっと前で出たわけですよ、うん、はい、そこは僕から見ると、はい、もう佐山さんがその後シューティングだ政権道だって自分のやりたい方向は多分明らかになっていて、はい、どん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 そっちに流れ、そっちの流れにしたかったんだろうなとは思いますね。だ結局その、はい、U を抜けて、はい、タイガージムから今度そういう全く別のところからまた作り直そうとする佐山さんの姿も、はい、その後分かりますよね、はい、で多分 UWF ユニバーサルの試合の中で自分の思うルールと自分のリングにこう持っていきたいって強い思いがありすぎたんでしょうね。だ当然他の選手ともぶつかりますよね。前田さん前田さんでその旧 UWF、はい、とにかく自分が守らなきゃって思いが強いですから、うん、やっぱりあんまりごちゃごちゃされたくないでしょうし、いやもう自分にしてみたらなんかもうこんな資金もないし、どう考えても潰れるしかないような弱小のもう インディー系の団体よりもひどいような今で言うと、もうそんな感じじゃないですか。そうですね。で相手はなきゃ新日本全日本って言うともう大所帯で、はい、それも分からないのいきなり出てきて、うん、テレビも何もない資金もない、はい、で社長が捕まってねもうどうなるか分かんない、うん、でそういうところにもうそういう団体なのに来てもらったら、すごいなんかもう怨念来ちゃうしなんかね、はい、申し訳ないなと思うじゃないですか。そこのトップですからね、はい、そうそうそう、いやもうなんか変な変なことみんな巻き込んじゃったみたいな、なんかもうなんとか、はい、なんとか頑張らないと申し訳ない申し訳ないみたいなね。そのユニバーサルからその提携時代に流れ、まあ、行っていく過程でもっとだから楽をしようと思えばできた可能性もあったと思うんですけど、はい、そのお二人を奮い立たせていた原動力みたいなものってのは当時何だったんでしょうか。今の若い人はもうすぐ金金とか言うんですけど、うん、俺らのことお金のことは必ず一回もないよね、うん、本当に
結局これも原点の道場のスパーリングに戻るんですけど、はい、その自分たちのやりたいことをやる、うん、はい、そこが全てですよね。自分たちができることをやりたいことをやっていく、はい、まあことが先でお金ではなかったですね。お金だったら、はい、要するにその言われる通りのことをやればいいんで、はい、じゃないですもんね。なんか自分たちの主張っていうか、そういうものが与田君の試合に現れたんじゃないのかな。別に何も格好つけてる気持ちはないですけど。で選手と当時の自分たち世代の選手ってもうお金のことを全然考えなかったんですよね。で考えなかったっていう部分で、はい、考えなさすぎて、はい、こうスポーツマネジメント的に見ると、はい、そういう選手を使って悪いことしようと思ったらいくらでもできましたよね。あ、なんか彼抜くやつは、うん、これ、うん、そういうのいましたし、本当にだから僕らはその最初さっきも言いましたけどプロレスから育ってきてるじゃないですか、はいはい、そのプロレス自体をバカにされるのがすごい嫌だったんですよね、うん、なんかインチキじゃないのみたいな言われ方するのが一番腹が立つわけですよ、はい、こんだけ道場で苦しいトレーニングをして、はい、スパーリングをしてでそれを今度リングにそのまま出せばいいじゃないかって僕らの気持ちもありますし、はい、そしたらバカにされないだろうとか、はい、プロレスなんてロープ振って帰ってきてチョップすりゃ相手倒れるんでしょみたいな、はい、そういうだからプロレスに対する僕らは多分愛だと思いますよ。そうですよね、はい、じゃないとその、うん、ああいう展開になっていかないんじゃないかな。確かに、まあ、今のプロレスのことを悪口言うわけじゃないですけど、うん、やっぱりお客さんの望むことをこうやっていくいうふうに見えるんですね、僕らからは、はい、僕からは、はい、で、そうじゃなくて当時の僕らは、うん、僕らがやっていくことが先に半歩先一歩先にあってそれをお客さんがこう一生懸命ついてきてくれた時代なんじゃないかなと思うんですよ。あ、今度どういう試合になるんだろう、どうなるんだろうっていうそのどうなるかわからない試合がワクワクするわけで、あのこの選手とこの選手が当たったらこういう技が出てこうなるだろうなっていう想像をつく試合が一番面白くないんですよ。だから新日と UWF がぶつかった時に全くどうなるかわからないからみんながワクワクして見てくれたんじゃないかなと思う。そういう気持ちもありますね。本当に見て自分らも知らずなんで、あのプロフェッショナルだったんですよ。本当にプロフェッショナル、うん、なんていうかね、はい、リングの上でどうなるかわかんないですからね本当に、うん、ちょっとした感情のね行き違いで、はい、いろんなことが起きますし、うん、でそれに対処できないやつは潰れますし、はい、確かに必死ですよね、うん、僕らも必死だったしその相手をした新日の長州さんとか藤波さんとか猪木さんたちもやっぱ必死だったろうと思いますよ。そのリングに上がる時にはね、はい、それがやっぱお客さんにこう伝わるんじゃないですかね。伝わったんですよね、うん、そう思います。87年になって、2月と8月に UWF の自主興行という形で後楽園ホールで2つの大会が開かれています、はい、これはやっぱりいずれその独立ということを視野に入れた資金を取りしようとかっていうと業務提携やって、はい、でやっぱり何のための業務提携かって言ったら、いやまた独立して自主工業やるためですっていうことをマスコミにも言いつけてましたし、はいはい、うん、で陣とかあの辺もなんか、はい、そういう なんていうかね、もうモチベーションというか課題を与えてやらないとあいつらも続かなかったですね。自分たちはこれが どうしていったらいいんですかねみたいなこと言ってましたからね。なるほど、はい、一方ではその先ほども申し上げましたけれども新日本側の懐柔策みたいなこともありながらで、はい、自公業みたいなこともあるっていうのはなかなか複雑な状況だったと思うんですけど、はい、山口さん当時の理解っていかがでしょうか。だからそこは代表をしてその新日本と交渉していただいた前田さんがいたからできたことで、なるほど、ね、ただのわがままじゃないですか。そうですね、その交渉がちゃんとできないとね、はいはい、その自主興行の試合後に藤原さんと試合した後の前田さんがいつだって妥協しないぜっていうふうにおっしゃってて、うん、まあ、今考えるとなかなかいろんな意味があった言葉だったんだなというふうに思ったりするわけですけど、はい、
リング上ではかなり熱い戦いが繰り広げられていたんだけども、新日本のフロント側としてはその UWF を投入してもなかなかテレビの視聴率的なものは、そうです、うん、お前たちが言って、お前たちそういうスタイルでヘチマだって言うのはいいんだけど、全然視聴率も上がんないし、あの工業の売り上げも上がんないじゃないか、はい、ってしょっちゅう言われたんですよね、うん、なんかね。でこの間お前たちだってなんかもうあの契約できなくなるよって言ってましたね。だからね、ああそういうタイミングですね、はいはいはい、でまあ個人契約を強く進めていくというのもありながら、で新日本プロレス、テレビ朝日としてはテコ入れの形で87年の10月から、長州軍団の、まあ、出戻りという形で登場ということになっていくわけですけども、はいはいはい、で11月に先ほど真田さんがおっしゃいました、まあ、長州さんとのタッグで、はい、顔面を襲撃という事故が起きる。そうです、あの頃も中さんからも、はい、今年あの次の契約からも個人契約しかしないと、はい、でもそれは何だかとも UWF って言っても全然視聴率も興行利益も上がらないと、はい、だからもう個人契約のみだって言われたんですよね、はい、なんかね。ほんであともう一つはマスコミからも、まあ、自分からもマスコミからも全然 UWF は取り上げられなくなったんですよね、はい、だからもうあの天竜革命でなんか向こうの側の目立っちゃってね、うん、でそうこうしてても藤原さん木戸さんもうどうしてパッともう契約しちゃって、はい、でもうバラ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 ってなってきそうな寸前だったんですよ、あれね、あの試合は、うん、でなんかもうまず目立たないといけない、注目されないといけないっていうのがあったんですよ、ね、俺にとってはね、はい、なんかね。で6人タッグマッチでこうやって やったからっつって、はい、なんかいきなりやって、で長州力からワンツースリーも取られて、はい、やるのもなんかもうって言われてもなってみたいな感じで、うん、だったらもうなんかもう全日本でさえあんな天竜始まっていって、うん、あんなすごいことやってんだから、うん、なんで新日本でやったらダメなのっていうのがそうやったんですよね、うん、俺の中でね、なんていうか UWF を UWF として存続させていくための一つの危機感の表れとしての前田さんの試合だったってことですね。山崎さんはそこから見た感じは別に襲撃しようと思ってしたわけじゃなくて、UWF の試合っていうのは、はい、まあ、顔面入ろうが入る前が、はい、入れられる方が悪いと、ガードできない方が悪いっていうような試合をずっと UW でしてきたんですよ、はい、で当然そのサソリに入った時に、はい、この辺がガラ空きになる、はい、胸を狙う、いわゆるプロレスの蹴りじゃなくて顔面狙っていくのは当然なんですよ、はい、でそこで、まあ、目にたまたま入ってしまうんですけど、ガードができない方が悪いっていう試合を続けてきた僕らからすると、はい、たまたまそこに目があって入っちゃったって、はい、まあ視覚からですからね、はい、まあ、それもしょうがないですよね、僕らの UWF のスタイルっていう意味では自然な流れなんじゃないかな、そこにあのわざと目を蹴ろうっていう気持ちはなかったでしょ、まあ、たまたまだと思うんですよ、狙って蹴れるもんでもなかなかないですしね、ないです、だその後、はい、今翔士さんとそういうわだかまり全然ないでしょ、たまになんか言ってくるけどね。なんですか。まあもうやりたいことやりやがってみたいな。あ、まあそれは冗談だね。ああ。まずは今日12月3日、長州さんの誕生日です。あ、そうですか。長州さん、古希です、前田さん。古希。え、70? そうです。うわ、すごいな、なんか。前さんいくつですか？俺62、来年63だよ。3。3。僕来年、あの、60っす。ああ、まあそんなね。虎年？虎です。ああ。おじいちゃんになってきましたね、みんな。なるほど。でまあ、ただその試合後に、まあ、猪木さんがプロレス道に戻る行為ということをおっしゃって、でまあいろいろあって翌年の3月に前田さんは新日本プロレスを解雇っていうことになります。結局前田さんが煙たかったから、ね、もう出て行かせたかったで、うん、たまたまそういうタイミングで、あ、ちょうどやってくれたなっていう感じにはじゃないかなって僕は思ってました。なるほど。ただまあこれご本人たちを前にして申し上げるのもなんですが、まあ、前田さん人気選手だし実力も当時終わりだったわけですけども、うん、新日本プロレスはそこはうまく手なずけて、いやー手なずけられる人じゃないし試合リングになったら何するか分かんないじゃないですか。この野郎と思ったらやる人ですから、はい、やっぱりその、はい、新日は新日で守りたいものがあって、はい、それにこうそぐわない人はやっぱり排除していく行きたい空気があったとして、あったとしてですよ、はいはい、僕は知りませんけど、あったとして、はい、たまたまそういう事件というか事故にしたいんでしょうけど、
まあ、他の選手で前田さんと長州さんじゃなくて、はい、たまたま他の選手のでなんか少し怪我することがあったとしても、はい、それが大きな問題多分されないんじゃないかな、前田さんと長州さんだから大きな問題にして前田さんを出したかったんじゃないかなって僕は思います。勝手な個人的な意見ですけど、はい、だって知ってる昔天竜さんさスタンスでノッカートちゃんだよ、うん、だそんなあるじゃないですか、ね、ああノッカートちゃんだよ、はい、そうです。ほんで気がつあの気絶したやつパッと気がついたでスタンスが何やったかというと試合関係なしに追っかけましたんだよ天竜源一郎、うん、で天竜さんどこから用具室隠れたってほんでね、すごいのは翌日どうなったんかなと思うじゃん、うん、翌日えらい大変なことだったんだなと思うじゃん、はいはい、で聞いたんだよ天竜さんに、はい、あれ翌日どうなったんですかって聞いたらさ、それはね、馬場さんがその晩にスターハンセンを読んで話したら翌日から何ともなかったんだ、普通に試合できたんだよって。すごいでしょ馬場さん、びっくりするよね。でも結局その団体の長ってそういう人じゃないと収まりがつかないですよね。だからそれは猪木さんが新日本のトップ、はい、全日本のトップが馬場さんだとしたら、はい、そこが収められなかったらその団体ってやっぱうまくいかないでしょうし、まあ、どういうふうに馬場さんが説得したか分かりませんけど、はい、それがその団体のトップであり長だと思うんですね、はい、前田さんも同じような立場で、はい、やっぱり UWF をうまく回していかなきゃいけないっていう時に、まあ、いろいろ思惑の違う人が出てっちゃったりすることはありますよね、はい、結果的にはその前田さん解雇っていうことで新生 UWF の旗揚げにつながっていく流れが生まれてくるわけですけども、うん、結局前田さんが出られて、はい、出られてか出されてで僕と高田さんが追いかけるように、はい、その時はちゃんと、当時社長だった、坂口さんにご挨拶、はい、事務所に行って、はい、僕らはもう一回だけその UWF をやりたい、はい、で退社させていただきますって挨拶をして、でその時はね坂口さんも、ね、そんなに引き止めなかったです。あ、はい、僕が思うのはおそらく日本プロレスから新日本プロレスを立ち上げるとかっていう時に猪木さんと坂口さんがおそらく自分たちのやりたいことをやりたいっていうふうな経験を自分でされているので、僕らはもう一回だけ UWF やりたいんですっていう思いを、多分そこに反対してもしょうがないな、やれやれって、まあ、やれやれじゃないけど分かったと、そこは大人の対処をしていただきましたねっていう僕の印象です、はいはい、前田さん、その高田さん、山崎さんを新生 UWF の畑にお誘いになるときにキャッシュで8000万円持ってるからってお話を、そう大ボラ吹いてねキャッシュ8000、今8000万円、集まったんだとか言って、はい、そんなお金あったんですか。ないあるわけないじゃないですか、うん、ただ、うん、山崎さんにとっても結構大きな決断だったと思うんですけども、いや、大きな決断じゃないんです、うん、本当にやりたいことやってダメならいいじゃんって、ね、新生 UWF の旗揚げってそうなんです。なるほど。僕らがその後楽園に抑えました、はい、でやりましょう、はい、で本当にその一日で終わってもいいやぐらいの覚悟で、これでダメならいいよっていう試合なんですよあれは。で、まあ僕は3番手なので前田さんと高田さんの試合を一発目でやっちゃうと次に持ってくるゴールデンカードがないので、はい、僕は前田さんと、まあ、戦わせていただいて、でも畑下で、ね、俺山ちゃん試合した晩さ、はい、このまま寝たら死ぬんじゃないかと思ったよ、なんか頭痛くて、ね、頭痛くて、うん、相当きつい蹴りがやっぱり3日ぐらい頭痛取れなかったって、そう頭痛くて、頭痛くて、いやこれ本当に寝て大丈夫かなと思って、すごいしま、思いっきり行きましたし、で前田さんももちろん思いっきりぶつけて、もうこれでこの団体が潰れるならどうぞっていう、僕はそういう気持ちでした。だからもう本当最後立ってるのがやっとだったんですけど、それは僕の気持ち以上にお客さんの声援でやっと立ってられた感じの、もう試合見ていただくと分かるんですけど、もうヘロヘロでした。畑上戦のメインの
で前田山崎戦がやっぱりその後の新生 UWA の方向性を決定づける試合になったっていうふうに思うんですけど、前田さん改めて、まあ、きつい試合だったと思うんですが、いや本当ですよね。なんかね、なんか今なんかこう若い人はなんか UWF までハードヒットとか言ってやってるんですけど、はいですね、全然違うんですよね。なんかね、なんつうかこう危険度っていうかね、はい、なんかやっぱり全然違いますよね。当時なんだかんだって言っても、はい、みんなやっぱり打たれ強かったし、なんかそういう体の強さっていうのも持ってましたね。今若い人に、なんか若い人に、いや、俺ら、サンテンブリッジでなんか、レスラー3人ぐらい乗せたんだよとか言っても、でも信じないんですよね。なんか、みんな不思議だったよね、3人ぐらいね。本当に若い時の新日の道場でやってた、はい、ブリッジ一つ取っても、本当に、顎つけろとか、鼻つけろとか、おでこだけじゃないんですよ。で、その綺麗なブリッジ、をちゃんと作れないと自分にダメージが来ちゃうので、はい、前田さんも綺麗に柔らかいブリッジでしたし、僕もまあそこそこでしたし、はい、それこそ広斎藤さんなんかもすごいタイヤみたいに丸い綺麗なブリッジしてましたもんね、うん、そこは練習だけは厳しくしてました。その流れでもあって優 の練習もやっぱきつかったと思いますし、それぞれが甘えはなかったですね、うんうん、自分で自分を追い込んでいかないとダメなので、はい、だから道場だけの練習じゃなくて、僕は夜になったらキックの道場に行ったりしてましたし、高橋さんはボクシングかな、うん、だから自分 そのさっき言った懐刀を常に磨いていくことをしていかないといけない時代だったので、はい、当時の新日本レスラーみんな打たれ強かったですよ。本当強かったですね。だから藤波さんなんかあれ、俺とやった時、一試合で本当何発早く切られて終わんないよね。何十発切られて、よくでも倒れなかったなと思うね。だから、うん、そこなんですよ。その僕ら、仕掛ける僕らもそうですけど、はい、受ける藤波さんたちも、すごいですよね、はい。それを正面から受けるっていうのは。はい、新生 UWF はもう申し訳までもないですが、まあ、社会現象的な影響ということになっていって、89年の11月29日には東京ドームで大会を開催して、この大会っていうのはその今にしてみると前田さんどうなんでしょうか、後のリングスのファイティングネットワーク的なものをちょっと早めにやっちゃったみたいなところが、前田さんはウィルヘルムとやったし、山崎さんはクリス・ドールマンと戦って、まあ、世界中のだから格闘技の選手を UWF のリングに集めてやるっていうような方向性が見えたような気がするんですよ。何を売りにするかですね、はい、っていうんで、はい、だからもうなんか、でもその部分で言うとね、やっぱりね、なんか、UWF にしても、新日本にしても、全日本にしても、やっぱりね、リードなんですよ。ワールドリーグ戦ってやったじゃないですか。あそっかで、ね、抜けてないですね、UWF になっても。なんていうかね、うん。で、リングスはそれをなんかもう、もっと当たり前のように、はい、もう最初からワールドリング戦ですよっていうんでやったのがリングスなだけで、なるほど、あの頃 UWF って人たちの問題もあったんですよね、はい、俺にとってはね、うん、なんかもう有明コロシアムの頃に時になんかと株式の話を、俺はから聞いたんですよね、うん、はい、株式お前株式はどうなってんだっつって言って、で株っていうのはお前株式会社だろって、株っていうのはもう株式を 51% 持ってるやつがお前たち首だよとか言ったら首になっちゃうんだよって、はい、いやそんなわけない、ちゃんと会社の権利をご当分にしようなっつって人たちと言って、それになってるはずだから、そんなわけないって言って、はい、って言われて、でそういえば人たちから株の話何も聞いてないなと思って、で聞いたら、いやちゃんとやってますって言うんですけど、はい、じゃあ見せてくれたら見せないってなるよね。その辺からおかしくなってきた。うん、でどうなこいつら何やってんだろうな、何やってんだろうなってね、はい、いやまさかその俺らを騙してそんな会社乗っ取ってとかやってないよなと思って、はい、ほん でそれでもうとにかくもう毎大会売り上げを見せろだとかなんとか言ってみたら、やんないんですよねあいつらね、やんないんですよね、
いやもう忙しいからもそんな暇ないですと、はい、集計するにもそれ事務員がいないんでできないですと、とか正田会計事務所に全部任してるんで、はい、もしあったら正田会計事務所に行ってくださいだとかで行ってて、はい、でそんなことしてるうちになんかメガネスーパーの社長が UWF やりたかったんですよ、あの人はね、本当はね。ほんで、人たちはあまり寄りがつつくもんだから、UWF をメガネスーパーに売ろうと思ったんですよ、あれね。なんかね、会社自体を。で、それをなんかもう、なんかちょっと俺はある程度察知して、あ、これはこいつらやるつもりだなと思って、阻止しよう、しないといけないなっていうのを、考え始めた頃がちょうどあのドームの試合ですね。ドームの試合ですね。成功を手にしてしまったために、まあ、確執も生まれてしまうっていうのが皮肉な。まあそれも、まあ、僕が知ってる限りでは、はい、ある音楽事務所の社長がチケットの売り方をアドバイスしてくれて、福田さん。で最初は本当にその嘘でもいいから10分でチケットがなくなるよって煽れと、でそういうことをしていくうちに本当に今度チケットが5分10分でドームクラスが売り切れるようになるんですよ、ね、あれもすごかったですよね、うん、あれは後楽園ホールだっけ な何か所かチケット売り場夜中からもう列作ってお客さんが並ぶようになって、はい、缶コーヒー配ったりとかしたの、僕ら缶コーヒー持ってって喜んでもらったりっていうのは、それはすごくあったかい思い出ですけど、はい、で当時ね、だから UWF を応援してくれる人たちいっぱいいたんですよ、いました、いました、なんか チケットの販売からポスター貼りからね、はい、手伝ってくれる人いっぱいいたんですよ、はい、いくらでも、ね、こう見返りを求めず、嘘求めず、だから言うのためにってなんかアイデアを、各工業場所であったんですよね、そう、だから鈴木博光っていうのは専務がなんか営業でやってましたけど、はい、あいつ一人で絶対そんなのできないんですよね、はい、だからそれ全部俺一人でやったんだみたいに自分の本に書いてましたけど、はい、そんなことないですよね、北海道の日野さんっていう人がいたし、うん、徳島の福田さんっていう人がいたし、ね、で九州佐伯さん、佐伯さん、でもその名前覚えてるだけじゃなくても他にもいっぱいいましたね、うん、なんていうかね、だからそこはね、はい、僕らが一生懸命やることを本当に気持ちで応援してくれる人たちっていうことだと思います、はい、それじゃそうじゃない人たちもね、どうしてもそれをなんとかポッケに入れてやろうという人たちもだんだん出てくるんでしょうね。あれですよ、仁鈴木っていうと、はい、業務的時代に彼らを食わすために、はい、俺が何交渉したっていうと、前田高田山崎のギャラをちょっと落として、その分商品課金を取って、その商品課金で、の売り上げであいつら壊したんですよ。そうそうそう。それで毎日俺サインして。覚えてます、ね、そこまでしてやって、食わしてやったお前らが、なんで会社を乗っ取るの、うん、思いませんなんか。本当に、うん。で、ありました、ね。そう。何のためにすんのって、はい。やっぱりね、お金が入ってくる。鈴木の本読んだ、広光の本。知らないけど。読んだら知ってる、ユダビ一番最後さ、俺ら全員クビにしたやん。その後でさ、会社の通帳にさ、5億だから7億残ったんだって。それをジンと2人で山分けしたって。すごいでしょ、あいつら、本当に。ね、お金が入ってくりゃ来たで、人がね、おかしくなっちゃったりするんでしょ。本当もう、どいつもこいつもだよ、本当。